本日はご来場ありがとうございます。またこうして皆さんの前でご挨拶できることを本当に嬉しく思います。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では内田さんお願いします。はい、上野山律香の声をやらせていただいております内田山です。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。一緒にギブンの世界を楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは中澤さんお願いします。はい、中山春樹や視線中山春樹役の中澤雅智です。皆さんご来場ありがとうございます。映画が始まる前ということなので、和んでいただいて、映画本編に入っていただければなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは江口さんお願いします。はい、梶昭彦役の江口拓也です。さっきまでの楽屋のテンションがすごすぎてちょっとなんかセッションしてるんですよ。何言われてるか分からないと思うんですけど、僕も分からないです、うん、言ってて、はい、この空気感で果たして入っていいものなのかどうか迷っておりますけれども、まあ、短い時間ではございますけれども、楽しんで帰っていってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは今井さんお願いします。はい、鹿島ヒーラー役今井文也です。そうですね、およそ 2,3 分前にセッションを終えまして無事にね、軽く汗をかいております。今日は皆さんとも一緒に汗かいていければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後にバンさんお願いします。はい、八木静澄役のバンタイトです。僕らはね、ヒトライブを終えたような、温まり方ですが、この温まりでね、皆さんと一緒に短い時間ですが楽しんでいければなと思っております。本日はよろしくお願いします。カタクナにバン君が乗らなかったから挨拶もちゃんとしてるね。僕乗ったんです。違う違う、乗ったんですよ。江口さんが来てから、うん、おバン君も乗ったんだなって思わせようと思ったらユーマさんがもう1分おきぐらいにライブを始めるからユーマライブ、そうちょっと開催多めで実態、ね、ちょっとしてたもんで、そう本当やってたんですよ。低音だから聞こえなかっただけ。そうベースの部分、ね、ちゃんと切り替えできてる、偉い。ね、楽屋はね、これの100倍ぐらいうるさかった。うるさかったね、本当にね、大盛り上がり。さすがにステージ上ちゃんとしないといけない。ちゃんとしないといけない。ありがとうございます。今話していこうと思いますよ。ありがとうございます。はい、この度映画2部作後編の、正式タイトルと公開時期が決定いたしました。はい、はい、やったー、はい、やった、嬉しい。来た。タイトルですが、映画義文海へ、公開時期は2024年秋、うん、ということで、うん、いよいよ完結へ向かっていくわけです。はい、海へ行けるんだね。これでもまだね、まだ 見られてない方も今もしかしたら、そうだよね、ちょっと待って、こんなん情緒乱れるわ。確かにこの情報を見てからだとね。そうですよね、まずは本編の内容をね、噛み締めていただいて、うん、これもあるっていう、そうですね、うん、本当にもうすごいかー、ね、ドキドキしちゃうね。ドキドキしちゃうね。楽しみにしていてください、うん、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います、うん、はい、よろしくお願いします。ではですね、名残惜しいんですけれども、ちょっと締めの時間が来てしまいましたので、最後にキャストの皆様から、お客様へメッセージをお願いしたいと思うのですが、ちょっとですね、お時間をしているのでコンパクトにお願いしたいと思います。ではバンさんからお願いします。はい、改めまして八木静澄役のバンタイトです。これから、ご覧くださると思うんですけれども、先ほども情報公開されたように、義文という作品まだまだ続いていきますので、皆様と一緒にこの作品にね、楽しんでいければなと思っております。本日はありがとうございました。ありがとうございます。では今井さんお願いします。はい、鹿島ヒーラー役今井文也です。本日はありがとうございました。この後ね、映画ご覧いただくということで、まあ、ぜひともね、その次回作への期待なんかも胸に秘めながら今回ね、楽しんでいただければと思います。短い時間でしたがありがとうございました。ありがとうございます。では江口さんお願いします。はい、本日は足を運んでいただきまして本当にありがとうございます。この後ね、ご覧いただいて、ま、次があるって思いながら見るのめちゃくちゃいいですね、なんかね。皆様すごい瞬間に、ご覧いただいてるなと思いますけれども、次のね、作品でも明彦ニコチン多めで やらせていただきたいなと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。次は何倍でいくの？
10倍だ10倍より倍が気になります。はい、すいません、はい、ありがとうございます、はい、では中澤さんお願いします。はい、お足を運んでいただきありがとうございます。まあ続編の情報が出たところで僕も大変情緒が乱れているんですけれども、アーニプレックスとあとザバザバザバブルーリンクスのこの、ロゴでね一回リセットされると思うので、まずは本編、ぜひ楽しんでいただければなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。では内田さんお願いします。はい、改めまして、本日はご来場いただきましてありがとうございます。後編、ありますというところで、いろんな今回のこの前編ですね、ここで巻き起こるドラマ全部目に焼き付けてですね、この後編を楽しみにしていただければと思います。早く後編が見たい、絶対そう思うと思います。どうぞ今日はたくさん楽しんでいってください。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後に矢野さんお願いします。はい、佐藤真冬役の矢野翔吾です。本日ありがとうございました。僕はこの間9巻を勇気を出して読ませていただいたんですけれども、ギブンという作品は読むのがかなり覚悟がいるというか、まあ、これだけ思い入れがある作品ではあるので本当に勇気がいる、勇気がいったんですけれども、新しい続編が発表されまして、どういう作品になっていくのかっていうのは、まあ、やっぱ原作と照らし合わせてどういう風になっていくのかっていうのを想像を膨らませながら、楽しみにしていただければなと思います。で、今日これから見ていただくヒイラギミックスはそこにつながるお話で、とてもとても大切なお話ですので、皆様、楽しんでいただければと思います。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、ここからはマスコミの皆様のフォトセッションのお時間とさせていただきたいと思いますが、実はですね、大ヒットのお祝いと2月28日が間もなく、佐藤真冬の誕生日ということなので、このようなものをご用意させていただきました。スタッフの皆様お願いします。何ですか、何ですか、あ、チャーハン、チャーハンさっきの回でね、醤油強めのチャーハン、醤油味のチャーハン出てきたんですよ。あ、何ですか、あれは、でっかなんだこれ、でっかすごい、見えますね皆さん、うわすごい、食べれんのこれ、本物ですね、すげえ、でっか、パイはいらないですか、クリームパイいらないですか、パイ欲しいですね、代わりに受けようか、矢野くん、まあ、欲しいですね。こちら本物の特製バースデーケーキとなっております。すごい矢野さんいかがですか、真冬の気持ちを代表して。2月28日じゃないですか、で今日2月24でしょ、うん、これあんじゃねえかなと、ワンチャン祝ってもらえんじゃねえかなと思って、ちょっと思ってた、え、なになになに、期待してた、え、なになに、すごいマジ、ね、あ、これマジ、待って、本当に、はい、本当にクリームパイが必要なやつだよ。そうですね、うわ、やっていただきたいんですけれども、私個人的に用意させていただきました。すごい、いや、真冬おめでとう、真冬おめでとうございます、おめでとう、主役だ、素晴らしい、はいはい、それではじゃあこの流れでフォトセッションの方、はい、行かせていただければと思います。それでいくんですか、いいの、いいんですか、この流れで、はい、来ましょう。まずはフォトセッションでございます。これがニュースになるんでしょ、これ大丈夫よろしいでしょうか、はいはい、それじゃあ参りますよ、真冬ハッピーバースデー、はい、ありがとうございます。ではこれにて大ヒット御礼舞台挨拶終了とさせていただきたいと思います。キャストの皆様、大きな大きな拍手でお送りください。